栗原くんと、うん。カフェヤくんは絶対良くなるってずっと言ってましたね。おー、ホークスの今、はい、若いね、二人ですけど、どういうところが彼らの魅力だと思ってました？いやもう、3年ぐらい前ですかね、栗原くん、うん、3軍にずっといたんですよ。はい、栗原亮平選手。で、2軍に来た時に、試合して、うん、いや、うん、この子バッティングめちゃくちゃいいやんと思って。うん。ですごい触れるし、綺麗だし、スイングみたいな感じで、うん、それ言ってたんですよ、ずっと。で、笠谷くんはもうまっすぐ速いっす。速いね。速かったっすね。ああ、すげえいいまっすぐ投げると思いましたもん。